サッチー、野村幸代さん死去、CM 共演の高須委員長、また会おうって約束したのに。サッチーの名を日本にとどろかせた、元プロ野球監督、野村克也さん、82の妻で、タレントの野村幸代さんが、2017年12月8日、亡くなった。新聞、テレビが一斉に報じた。85歳。その得意なキャラクターで、一時は、 テレビに引っ張りだこになるなど、90年代後半、サッチーブームを巻き起こしたものの、脱税容疑での逮捕、そしてその後の復活など、波乱万丈のお騒がせタレントとして名を馳せた。ブーム中には、ラップにも挑戦。1932年生まれ、勝也さんと1978年に結婚、二人三脚で、その監督生活を支えた。 勝也さんとの間には、現在、ヤクルトでコーチを務める元プロ野球選手の野村勝則さん、また、最初の夫との間にやはり元プロ野球選手で、交渉代理人として活躍する団野村さん、スポーツアドバイザーのケニー野村さんを設けている。90年代には、タレントとしてテレビにたびたび出演、歯にきぬきせぬ言動、ふてぶてしいキャラクターで人気を呼び、 1996年には、笑っていいとも、富士系にレギュラー出演したこともある。同じ年には、当時の新進党から衆院選に出馬、前線するも敗れた。99年には、女優、浅香光代さん89とのバトルが勃発し、多数の芸能人も参戦したことで、ワイドショーの寵児となった。ミッチー・サッチーは、 新語・流行語大賞トップ10に入ったほか、99年には、ラップに挑戦した CD、サッチ・ア・ビューティフル・レディ、2000年には、写真集を発売と、サッチ・イ・ブームを起こしたが、経歴詐称疑惑も取り沙汰されるなど、バッシングも激しく、01年に、脱税の疑いで逮捕、有罪判決を受け、一時的に、表舞台を去った。 03年に芸能活動を再開、05年には美容整形手術を受けるなど、お騒がせタレントとして話題を振りまき続けた。近年は、目立った活動はなかったが、8月には、CM で共演した高須クリニックの高須克也院長が、ツイッターでツーショット写真を投稿、元気だと紹介していた。高須院長、サッチーが死んじゃった。 その高須委員長は、12月8日、ツイッターで、サッチーが死んじゃった。おととい、ホテルニューオータニでノムさんとご一緒した。また、会おうって約束したのに、すごく明るくて元気だったのに、悲しい。名無阿弥陀仏、原文のまま。さようなら、サッチー、また会えるよ。と、その死を悼んだ。この他ツイッターでは、サッチー、 一昨年、ヤクルトが優勝を決めた日に、神宮に、ノムさんと一緒に来てくれて、嬉しかったんだよな、写真だとお年を召したけど、まだ元気そうに見えた、けど、とても残念。サッチー亡くなったのか。超長生きしそうなイメージだったのに、ご冥福をお祈りします。なんかショックだ、ご冥福をお祈りします。ノム大丈夫か。など、 ショックを受ける書き込みが相次いでいる。野村幸代さんが死去、野村克也氏の妻、サッチー愛称。プロ野球元監督の野村克也さん、82の妻で、タレントの野村幸代、野村幸代さんが8日、死去した。85歳だった。家族が代表を務める会社が明らかにした。死因などは公表していない。FNN ニュースによると、 野村さんは8日午後に自宅から意識不明の状態で都内の病院に搬送された福島県出身78年プロ野球選手だった勝也さんと結婚勝也さんや世間に対する歯に気抜きせぬ物言いで話題となりタレントとしてサッチーの愛称で呼ばれた96年には衆院選に立候補し落選 01年には2億1000万円余りを脱税したとして、法人、所得料税法違反容疑で逮捕され、翌年に有罪判決を受けた。南海のスター保守だった勝也さんは、70年から監督も兼務したが、幸代さんとの関係も原因となり、77年に解任された。その後、ヤクルト、阪神、楽天などの監督も歴任。 幸代さんが脱税容疑で逮捕された時には、阪神の監督を辞任した。オリコンによると、野村さんは、1932年3月26日生まれ、東京都出身。B 型。夫は、元野球選手、監督の野村克也。バラエティ番組を中心に、ご意見番として出演。1985年には、書籍、 昨日雨降り今日は「曇り明日晴れるか」を発売。2009年には夫・野村克也のシングル「女房よ」で作詞を務めるなど各方面で活躍した。